どうも皆さんこんこにちはですはい、えー、本日はですね今思思うロレックスマラソン攻略法これやっていいいきたいなと思います私も4年間ロレックスマラソンしてきていろんな情報を集めて今思うところやっていきましょうはいということでね、えー、日本のトップロレックサーからね、えー、教えてもらったことこれね、えー、まとめていくんですけれども、まあ、今思うロレックスの買い方 でね、あの、攻略法っていうね、あの、ちょっと言い方してるんですけれども、まあ、ね、これをすれば絶対買えるみたいなのはないですからね。はい、これはちょっと言っておきます。まあ、ちょっと YouTube 的にねえ、そういうふうに言ってるんで、ちょっとご了承くださいというところでございます。もう、あの、まあ、参考までにですね、はい、よろしくお願いします。まあ、今までね、いろんな本当に、えっ、ー、と、もう日本のトップの方とね、いろいろお話しする中で、まあ、こういうふうに、 振る舞うううととかまあこういうとこいろが大切ななんだなっていうのをまあ、こう2023年4年間、えー、経ちましたんで私も4年目に突入しておりますんでこの最高の腕時計たちに囲まれてもう最近ちょっと腕時計愛が止まらないっすねちょっとマジでいろいろ買いたいっすね、まあ、ちょっとねあのー、話していきたいと思います是非参考までによろしくお願いしますはいえー、っとまずね 込みに、ね、この GMT マスターバットマン買った時にね思ったことなんですけれどもやはりあのどんだけこの時計が欲しいかとかまあストーリーですねまあよく言われるところだと思うんですけれどもまあストーリー性大事ですよねまあブレイキングダウンでもあのストーリー性ってめっちゃ大事じゃないですかうんまあそんな感じでストーリーですねこれ僕伝えれたと思うんですよもうずっと探してますとまあ実際そうですよねもうずっと と探ししてましたよねこれでもう本当にあに仕事も辞めてあもうもう超探してますっていうのがまあ伝わったんですねこれは、うん、完全に僕はあの伝えることができました、ねまあよく言われますけれどもこれ100万以上のお金出すにもかかわらずなぜそれが欲しいのかとか、まあ、その100万以上のものですねそれを買うのに何も知らないとかあるじゃないですか。 うん、まあそれはちょっとおかしいですよねやっぱりやっぱただちょっと欲しいだけで100万ってただないと思うんですよねだからやっぱそこら辺も含めたストーリーというかまあ自分がねあのどんな仕事してて、まあ、僕はだから一番初めはやっぱこの GMT マスターね航空自衛隊でしたから。 やっぱ航空自衛隊といえばね青っぽいじゃないですかね、うん、で空に関する仕事なんでとかなんかそこら辺からまあいろんなモデル見てて、まあ、GMT めっちゃかっこいいなっていうところで狙っていきました、まあ、そういう、ね、ストーリー性っていうのをまあ伝えることですよね、まあ、100万以上出すのに何も知らないっていうのはちょっとおかしいかなと思いますんで、まあ、その時計の歴史とかですよね そのまあパイロットウォッチであったり世界を飛び回れるとか、まあ、その時計についてもねやっぱある程度やっぱ詳しくなるっていうことがねあの大切だと思うんですよねやっぱりねこの本当に欲しくてこう長くロレックスマラソンしてて、ね、もうずっと考えてると、まあ、僕なんでもそれの最上級みたいな感じだと思うんですよねゼロでもこれのことしか考えてなかった、うん、でそんな中の ロレックスマラソンではやっぱりねこうあふれ出す言葉っていうね言葉のパンチラインの重みっていうのがやっぱ変わってくるんですよねやっぱそれだけねロレックスにこのめちゃくちゃ沼るってことはねあの大切なんじゃないかなと思いますね、えー、ほんとサブマリーナの時は僕はもうめちゃめちゃそのこの時計沼にはまって今どんだけ このロレックスとか腕時計が好きで、どんだけ欲しいかっていうのを、あの、溢れ出させました。これはもうわざと溢れ出させましたね。あの、面接みたいなのが始まったんですよね。もう分かったんですよ。あ、今面接始まってんなと。本当に僕が時計を好きなのかと、時計好きなのか、そして転売しないのかみたいな面接が、あ、 今始まっっったたなっていうのがね、ね。分かったんですよ、ね、その瞬間僕もスイッチ入れましたもんね。であんまりこう一気にねフルスロットルでこうグッとアクセル踏みまくって知識ひけらかしてもテンバイヤーとのその知識ですよその、ね、皆様のズルの向けさんとの知識はまあそれは全然まだあ,のあれなんですけどまだ僕も勉強中なんですけれども本当にこのスイ,スイッチ入れて。 もうちょっとずつそのテンバイヤーが絶対言わないワードですよね。うん、発振動28,800振動であったりとか、その時白樺つけてましたんで、まあ、ハイビート36,000なんですけどとか、まあそれ言ったか言ってないか覚えてないんですけれども、まあとりあえずね、そう時計にハまってるぞと、時計の沼にハまってるぞっていうのをめっちゃ伝えたような気がしますね。まあ、ストーリーからの腕時計を深く知っていくっていう、その感じっていうのは、 伝えれば結構熱いんじゃないかなと思いますね。あとはねやはりこう店員さんと仲良くなるっていうのは結構でかいですよね。都会だと結構厳しいっていう話も聞くんですけど、やっぱその中でもやっぱ変えてる人って店員さんと仲良くなってるんですよね。だからどういう風に。 仲良くなななるかをやっぱ考えいいいといけないですよね毎回同じ店員さんが変わってたらねなかなか厳しいと思うんですけどそんな中でもやっぱ仲良くなって変えてる方はおられるんでどうやったら仲良くなるかっていうのをちょっと僕もその都会マラソンはねあんまりしてないんであれですけどでもやはりこう都会でも僕は買ったことはありますのでやはりその人を狙って仲良くなるっていうのは結構早いのかなって。 と思いますね、その店員さんに今もう絶対ね転売ヤーではないことをね伝えるのが大切だと思うんですけれども、まあ、転売屋でもめちゃめちゃ買えてる人いるんだよな、まあ、この長いロレックスマラソンの中でいろんな視聴者さんからねあの教えてもらった中でめっちゃ買える転売屋っているんですよね、まあ、ちょっとこれはねあの深くは言えないんですけれども、まあ、ここはちょっと正規店さんちょっと頑張っていただきたいとこなんですけれどもめっちゃ買える転売屋もいますけどね、まあ、それは置いといて、ね まあ、転売目的ではないですよっていうのをしっかりあの認めてもらうことは大切かなと思いますね。まあ、ただねあの店員さんも言われますけどこれはまあ僕,のた僕の方針としても別に売ることは悪いとは思ってないんですよね。それ目的で買うのがダメであって まあ何回か言ってるんですけども転売目的で買うのはダメで別に使ってもちょっとしっくりこないなとか、まあ、そういうのはあると思うんでね、まあ、なおさら今そんなに試着とかもできない状態なのでねだからもうそれでまあ店員さんも1年以上使って売るのはまあ仕方ないと言われてますんで、まあ、ここはそういう僕の考えなんですけれどもが、まあ、転売屋でないことを伝えるということですあとはですね、えー、さほど今つけてる時計っていうのはあんま関係ないような気がしますね で買えてる方も聞きましたした、まあ、僕はグランド成功まあなんならグランド成功白樺とかめっちゃ逆にプラスなんじゃないかなとかも思ったりするんですけれども結構そのやっぱロレックスつけとかないと買えないんですかみたいなことは聞かれますけどまああんまりつけてる時計関係ないんじゃないかなと思います。まあ、それよりもこう,こう遠くで 何を喋るか、どういうパンチラインをかましていくかっていうことの方がね、大切かなと思います。で、まあそのね、本当に欲しい気持ちが伝われば、あの、向こうから出てきますからね、これ僕別動画でも言ってますけれども、まあ見られてない方のためにね、あの、僕、これ GMT、これ欲しい、あ ありますすかっっててその日言ってないでね確かこの動画で語ってるんでこれカード出しときますけれども「GMT ありますか?」って言ってありませんって言われたらあもう終わりだったんで、まあ、ちょっとね世間話とあのトークして時計の話とかずっとしてってねもうめちゃめちゃ時計も好きではまってねみたいな感じのをしてると向こうから言っていただきましたかねこれね、うん。そうなんですよね、まあ、僕もめちゃめちゃもう2年8か月以上ずっと待ってましたからね、まあ、ゼロからですかね。 そうそうそうだからそこが結構僕はねそのもともと結構買われててその中で出してもらうっていうのはまあそんなに難しいことじゃないじゃないですかでもただこのコロ,ナからコロナ禍から始まってもうこのロレックスの買えない時代にゼロから GMT マスター この出してもらったっていうのは、まあ、めちゃめちゃちょっと僕もねあの誇りに思いますね。これに関してはもうね全てがこのチャンネルで詰まってますのでぜひ見てください。なのでそういう気持ちが伝われば「ありますか?」とか聞かなくても出てきますというところでございますね。 あとは、えー、っと、やっぱね、お店にやっぱこう、利益出す人ですよね。やっぱ営利企業ですから、ロレックスとか。で、あと、結構、地方の時計店さんとかも、まあね、その別の時計売ってあったりとか、まあ、例えばね、なんかいろんなメガネが売ってあったりとか、なんかそういうお店、僕も結構回ったからですね、知ってるんですけれども、やっぱ利益を出す人がいいでしょうね。うん。これはやっぱ、ずっとロレックスマラソンしてたら、思いますね。うん、この人に まあちょっとあれですけど、まあ、この人にこの、ね、ロレックスをもし売れば、まあ、今後もこうそのお店として発展していくとかロレックスとして発展していくとかね他のものも買っていただくとかっていうそういうふうな人で見てもらったらやっぱお店としてもあこの人に売った方があの転売ヤーに売るよりいいってなったら出てくると思うんですよね。まあ、結構まあ細部とかはねなかなか言えないですけどもやっぱりこのお店に利益をこう与えれるような。 まあ振る舞いとか、まあ、そういう人はまあ出しやすく出してもらいやすくなるのかなというふうにちょっと思いますよねあとはまあ他かの人と比べて結構そのめっちゃ出してもらってる視聴者さんが結構 SNS とか上げるとまあ妬みそねみがめっちゃ激しいっていうことで言われてたんですけれども俺はもう何十年も前からロレックスで。 そのロレックスが平行点の方が安い時代から正規店で高いお金をわざわざ払ってお店を助けるために買っていたんだというところで言われますだからなんでそんな言われないといけないんだっていうことですよねでも本当そうですよね確かに今までずっと何十年も関わってきてる人が今出してもらってるとそれしてここ最近してえー、っとここ最近ロレックスが欲しいって思った僕みたいなもんが あの人ずるいよね。っていうのはちょっと違うかなっていうのが思います。だからあのそういうもうほんとめっちゃ変えてる人とね。あの比べてもあんま意味ないと思うんですよね。だからまあ自分のうん時計愛。それとロレックス愛っていうのをまあ高めていく。そっちにこう。 注力した方が僕はいいいと思いますね、まあとはねちょっと最近僕のライブに来られた方がめちゃめちゃ変えてるっていうねあのスピリチュアルな案件もね2023年はめっちゃ増えてるんですけど、まあ、これはね結構僕もあの科学的に解析しててですねあのやはりそのもう夜のもうね次の日仕事にもかかわらず4時間ぐらいのライブをずっと見ていただくってもうそれ言っちゃってるんですよね完全に。どれ 沼の奥の奥まで沼ってる方しかずっと見てないと思うんですよでこのチャンネルを登録してる方はだから行っちゃってるんですよね買えるよねっていう話なんですよねだからねもしねロレックス欲しい方はねチャンネル登録ねお願いしますとけ向ト好評販売中ダイレクトメッセージ待ってますでちょっとね今年ちょっと思ったのはえー、っとまああのロレック のの希望モデルっっっててそんなにななにかか重要なのかなってちょっと覚えましたね結局僕も一番初めロレックスマラソン34ヶ月やった時にプロフェッショナルモデル出してもらったんですけれどもその時も店員さん側から「まあ、僕は GMT 欲しいと」とそしたら向こう側から「あの欲しい他に欲しいモデルありますか?」って来たんですよ。えって思っ思てじゃじゃ まあ全然あれだったんですけど、じゃあサブマリーナとかいいですかねって言ったら、じゃあこちらどうですかでシードエラーディープシーが来たんですよ。要はもう GMD が結構かけ離れてますよね。だからそんな感じである程度こうお店にね信用していただいたら、別に希望モデル これだととしても全然違うのとかもね結構出ててきたりははすするなっいいうのは思いますだからそんなになんか希望モデルは1個に絞った方がいいのかとか2個に絞った方がいいのかとか、まあ、聞かれますけど、まあ、絞るのはいいと思うんですけれども、まあ、もう本当にやっぱそれより信頼してもらえればこれが欲しいって全然違うの出てきたりでそれがまあ納得したら全然ね買っていいと思いますけどね僕はね。 やっぱりただ先ほども言いましたけどもねそうやってあのモデルちょっと買うことによってお店との関係もできますからまあ今後また買っていただくようなその利益が結構出すお店に利益をもたらす人だっていうのをね認めてもらえることになるのでまあそこはね買っていいいいのかなとううふうに思いますあまり希望モデルっていうのはそこまで重要じゃないのかなとちょっとね最近考えてますね。 あとはまあ家族連れ、彼女連れ強いエピソードは今年結構多かったですね。結構なんかね、テンバイヤーでなんかチーム作ってテンバイヤーグループカップルがなんか入っていくらしいんですけど、なんかめちゃめちゃなんかもう変なチグハグみたいなことをやって、なんか出てきたらごめんみたいな感じで、じゃあそこダメだったわみたいな感じになんかやってるらしいですよ。うん。だからその、その偽物じゃないですか。ただからその偽物と本物の時計好きのカップルは、 もうガンとと差がすすごいと思うんですよね偽物はもう偽物の相乗効果でどんどん下がってて本物は本物の相乗効果でこうガンガン上がっていくじゃないですかまあそんな感じでねだからその差が激しくなるんでやはりその本物の時計好きのご夫婦とか結構買われてたりするんでまあ彼女さん連れて行ったりとかもねなんかそういうのももしかすると熱いのかもしれませんね是非ね彼女さんとかおられる方とかお子さん 家族連れこうワンチャンね結構いいと思います。ただやっぱ並んだりするとちょっときつかったりしますよね。それもねちょっと今年ありましたんでえお伝えしておきます。アパレル、ジャパンウォッチリーク、温泉、概要欄をチェック。はい、えー、いかがだでしょうか。えー、っとちょっとですね、えー、今年いろいろ。 まとめて2023年最新ロレックスどうやったら買えるのか、えー、私の経験をもとに話してみましたまあゼロからねロレックス買えたということでまあちょっとね参考にしていただければありがたい限りでございます まあ,あとね、まあ、ちょっと裏技的なところで言ったらうんやっぱりこのジャパパンウォッチフリークパークカーだよねうーんちょっとこれはすみませんあの宣伝みたいになるんですけどいやでもこれ本当に僕あると思ってますからね別にこれじゃなくてもいいんですけれども要はその時計好きの方と一緒に行くってめちゃめちゃこれめっちゃもうチート級の裏技だと思うんですよ。まあ、僕も本当時計好きのね方のね あ,のあんまロレックスは回ってないんですけれども他のまの、あ、オメガとかグランドセイコーとかまあその雲上のお店とかもねこの前回らせていただいたんですけれどもやっぱりね一気にもう普通に入ったらただの,あの初めての客じゃないですかでも一気にこの,あのすごいもう超お得意さんの方と一緒に行くとこうなるんですよねこの人の人友達ってなるんですよね。 でも全然違うんですよ。もうこれはね、昔ロレックス回った時もそういうことがあったんですけれども、だからそれあると思うんですよね。だから別に、これ、これ着なくてもいいんですけど、まあそのようなお友達の方と回ることですよね。で、まあそのようなお友達の方がおられない方は、やっぱりえチャンネル登録してライブでコメントしていただくか、まあもしくはもうこれ着ても正規店近くで立っとくか、まあそういうことになりますよね。何なら仮面かぶってもいいんじゃないかなと。 思いますが、ねまあそういう作戦は、まあ、作戦じゃないですけども、まあ、そうやって時計好きのね、えー、あのお友達の方が増えるっていうことはそれは本来の時計の真の価値っていうのを理解できるような人になりますからそれがあの単なる、ね、転売の商材ではなくなりますのでそれはね一つありだと思います。まあ、これはちょっっととと裏技ですね、まあ、その時計好きの人と知り合っていくと いうことですね、まあ、ちょっと私も何らかねえっ、ー、とイベント等とかも今後やりたいんですけどもちょっと考えますね2024年ははいちょっといろいろと何、まあ、か面白いことやっていきたいですね本当にあの視聴者さんがもう本当にハッピーロレックスになるようにねいろいろ僕も動いていきたいですどんどんやっていかないと。 止まったら終わりななんんでねなんてねてはいそんな感じでちょっとねあの長くなったんですけれどもまあ今日に関してはですね2023年最新ロレックス攻略法、はいまあ、こういう。えー 題名でししっててみましたぜひ皆ささん参考にしてくださいそして皆さんが思うロレックスの買い方ですねなんかそういうのがもしあれば教えてくださいまあそれはねあのなんかこうやれば買えるみたいなそのなんかもう参考にできる範囲のやつですよね、うん、なんかそういうのがあればちょっとね、えっと、見ていただいた方の参考にもなると思いますので是非教えていただければ幸いです。まあ、正規店さんの 迷惑にならない範囲のね、何かあの情報ありましたら、あの、どんどんとあの、出していきますので、今後もよろしくお願いします。はい。本日以上になります。また別動画でいろいろ語ってますので、そちらも見てください。本日以上になります。腕時計が最高すぎる。今後もどんどん増やしていきたいです。はい。それでは本日以上です。ムキムキ OK。また別動画で会いましょう。ではまた。